皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ペストでございます。ワールドスタジアム5、今日もやっていきたいと思います。で、本日は、阪神ヤクルトの何回戦、11回戦、先発ピッチャータイガースは星野さんも下向きで、スワローズ側はニューマンさんは絶好調。これね、福原さんが明日だけど、福原さんまたね、このまま行くと今絶好調やからね、また落ちていくんでしょうね。タイミング合わないね。はい、スタメンですけど、これは昨日と変わってないんかな。矢野さんが好調に上がってますね。あ、檜山さんも上がってきたな。まあちょっと坪井さんの内容次第やね。坪井さんどうしても甲子園じゃホームランね、なかなか厳しいんでね、出ることはないけどってやつですよね。さあ、昨日はクルーズさんとペレスさんにホームランの出た、そしてハンセルさん完封とね、外国人がね、3人活躍してくれました試合でしたね。試合開始でございます。今日はどうなることでしょうか。さあ、星の王子様立ち上がりですね。1番センター真中、2球目振ってきました。3球目出ました。魔球インサイド、見逃し三振。かけました、サードゴロ、ツーアウト。3番サード岩村、空振り。3球目出ました、魔球、見逃し三振、スリーアウト。さあ、星野さんはスワローズ打線を翻弄としました。初回は三者凡退、無得点、無失点で抑えております。赤星かい、直球やった、ライトの前、落ちます、ライト前ヒット。2番ショート田中、盗塁成功。さあ、ノーアウト二塁としてシュータさん流した、レフト前。シュータさん昨日はノーヒットでしたけど、今日は出塁。3番セカンド優秀品。さあ、2ノーアウト二塁三塁とします。ああ、緩い球打ち上げました。ここはレフトラミちゃん、ちょっと浅い、これでは帰れない。そして昨日2発もクルーズさん、あー、ツレツ、クルーズさんも打ち上げました。真中さんへのフライ、浅いフライとなってしまいました。さあ、広沢さん仕留めれるか。広沢さんレフトへ、レフトオーバー、サイドランナー1人かえる、2人目もホームイン、広沢さんタイムリーツーベース、タイガース先制。そして坪井さん、あー、5位にすくい上げてしまいました。坪井さんはセンターフライでスリーアウト。初回のタイガース、広沢さんのレフトオーバータイムリー、先制に成功、2点が入っております。4番ファーストペタジーニ、打ち上げましたインサイド、センターへのフライ、赤星さん追いつきました、ワンアウト。5番キャッチャー古田、打球の行方にはくれぐれもご注意ください。3球目打ち上げました、左中間への当たり、ここはクルーズさん取りました、ツーアウト。
6番ライト。インサイド引っ張った。一塁線切れました。ファール。追い込みました。3球目魔球、それを打ち上げたセンターへの当たり、赤星さん取りました。3アウト。2回の表スワローズ、またもや三者凡退。ただ星野さんちょっと球数がっていうところですね。さあペレスさんどうだ。インサイドへ入ってきた球打ち上げましたけど、ここはラミちゃん振り向きました。レフトフライ、ワンアウト。矢野さんも好調。インサイド詰まりました。サードゴロ。9番ピッチャー星野。外寄りの球初球打ち、ショートゴロでスリーアウト。2回の裏のタイガースは三者凡退となりました。スワローズはラミちゃんからね。初球打ち、バットンセンター引っ掛けました。宮本さんも初球打ち、今度はショートへのゴロ。2球目引っ掛けたセカンドゴロ。この回は全てゴロアウト。スワローズ三者凡退。星野さんは序盤3回パーフェクトのピッチング。1番センター赤星。ハンマーク合わせました。センター前、赤星さん出ました。2番ショート田中。盗塁成功。今日は2つ目の盗塁。ああここはショートゴロとなります。3番セカンド文心君。おっつけた打球センターへ、そのまま入りました。文心君出ました。ついに大台55ツーラン。バックスクリーン右に飛び込みました。4点目。そしてクルーズさん、クルーズさんもセンターへ。ここは真中さん抑えた。ダイビングキャッチ、ツーアウト。そして初回レフトへのツーベース、広沢さん今度はフェンスダイレクト、ツーベースヒット。坪井さんはセンターへ抜けない。二遊間の当たりは土橋さん横飛び、スリーアウト。2回の裏、じゃなかった3回の裏のタイガース、文心君のツーラン、2点追加、4対0としております。さあ星野さんは2巡目を迎えます。真中さん打ち上げました。ショートフライ、ワンアウト。2番セカンド土橋。落ちる球、3球目外いっぱいいっぱい、スイングアウト。3つ目の三振。3番サード、これは初球外れました。2球目スライダー、これも外れる。ファーストゴロ、なんとか打ち取りました。ちょっとコントロールがね、難しくなってきましたけども、4回の表スワローズまとめ三者凡退。ペレス、ペレスさんマークセンターへ打ち返しました。センターオーバー。さあ風が逆風になってました。ツーベースヒット。矢野さん思いっきりレフトへ引っ張って、惜しい、もうちょっとでホームランというあたり。ツーベース、5点目。さあピッチャー返し、センターへ抜けてきました。
ワンアウト一塁三塁、あ、ノーアウト一塁三塁、ごめんなさい。さあ、これで二塁三塁として赤星さんを迎えます。今日はヒット2本。際どかったな、手が出なかっただけだけど、引っ掛けて、さあここから戻ります。さあここでリリーフ山本いつきさん、ピッチャー山本。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。センター返し、センター前ヒット、6点目。文心くん引っ張った左中間ど真ん中、ランナー1人かえる、2人目もホームイン。文心くん左中間へのタイムリーツ、2点タイムリーツーベース。そしてクルーさん今日はノーヒット、引っ張ってライト線フェア、これもツーベース、10点目。まだノーアウト。そして広沢さんが今日は大当たり。ああ、引っ張りきれない、落ちる球、空振り三振。さあ坪井さん、ちょっとここはミートにします。ショートゴロ。坪井さんは今日はヒットが出ない。ペレスさんも初球打ち、セカンドゴロ。さあタイガースはこの回大量6点入りました。10対0としております。4番ファースト出たチーム、あー、センターへのすごい打球、見送った。あっという間に入っていきました。ペタジーニさん11号ソロ、星野さん打たれました。ちょっと甘かったんですよね、甘かったな、やっぱりストライク取ろうとしたんでね、っていうか落ちんかったしね、ほんで5番キャッチャー古田、間に合うか、ファースト間に合いました。今のところね、引きずってる感じはありません。魔球、見逃し三振、4つ目の三振。7番レフトラミレス、ここはタイミング合いません、ファール。外いっぱいいっぱい、これも見逃し三振。しかし5回の表、ペタジンさんに一発打たれました。星野さん、スワローズで1点返しました。あ、打ち上げたレフト、ラミちゃん前進、取りました、ワンアウト。星野さんは、おー、内野安打。戻れるか、戻れるか、うん、ダメだ、あー、セーフ、あ、よかった。かけました、ここはファーストゴロ。2番ショート田中、三塁へ送球、セーフ、内野安打。文心くん、3番セカンド文心くん、二塁三塁として
かバットの先端気味。ここはあーラミちゃん飛び込んだ、スリーアウト。5回の裏のタイガースはランナー貯めましたけども無得点。ショート宮本さん初球打ち、ショート候補よ。シュータさん抑えました、ワンアウト。9番ピッチャー山本、インサイド空振り三振、ツーアウト。1番センター真中、緩い球カーブ打ち上げましてレフトフライ。星野さん6回1失点で降板となるのか。さあクルーさん、これもいい当たり、ライトオーバー。クルーさん初球1ツーベースヒット。戻りきれない、うん、6番ライト坪井さんは今日は4打席ノーヒット。7番サードペレス、ペレスさんも打ち上げてしまいました、引っ張りきれません、レフトフライスリーアウト。さあ今回はランナー1人出しましての無得点、ラッキーセブン。さあリーフ行きましょう、笠井さん星野さん余力を残しての降板。文心くん回り込んで取りました、ワンアウト。見逃し、あれペタさんにやると持ってかれるけどね。ペタチーム、宇宙間打ち上げました、坪井さん追いついてスリーアウト。ちょっとヒヤッとしましたね。ラッキーセブンスワローズは三者凡退。8番キャッチャー矢野、ツーレツ、あー惜しい、引っ張り込めません。今度は矢野さん、あー左中間真中さんダイビング。ああいい当たりいい当たりすぎました。1番センター赤星、赤星さんうまく右中間持っていきました、ツーベースヒット。さあ檜山さん行きましょう、行くとしたらここでしょう。どうだ、あ抜けない、檜山さんは初球打ちライトライナー。ラッキーセブンのタイガースは無得点。さあ守備交代、坪井さんが今日はな制裁書いてるよね。はいこれでいきましょう。古田さんうまく流しました、ライト前ヒット。6番ライト稲葉、スイングアウト、2つ目の三振。7番ラミちゃん、ラミです、打
ち上げてくれました。武士くんセカンドフライ。8番ショート宮本。インサイド軽い三振で3アウト。笠井さん、この回はランナー出しましたけども、きっちりあと抑えております。さあ8回の裏、文心くん今日はホームラン1本。文心くん流し打ち、これは切れていきます。ファール。くれぐれもご注意ください。右中間伸びる、抜けてきました。さあ文心くんセカンド回って三塁へ、スリーベースヒット。クルーさん、あーちょっと早かったがタイミング、ライトフライ。文志君タッチアップ、ホームイン。11点目。さあここでピッチャー交代、五十嵐さん。ピッチャー五十嵐、初球打ち引っ張りました、ショートゴロ。沖原さんはインサイド打ち上げました、ショートフライ3アウト。8回の裏タイガースはクルーさんの犠牲フライ1点追加、11対1としております。さあなんとかペタさん、岩村さん、ペタさんに回る前にね、3人で抑えたい。笠井さん、高橋、インサイド空振り三振。1番センター真中、落ちる球。3球目魔球、あー落ちない、落ちてしまった魔球。見逃し、5つ目の三振。さあここで割れるか。セカンド土橋、ファースト横抜けてきました。見逃し、6つ目の三振奪ってゲームセット。試合終了でございます。今日は11対1、本日の試合はペタさんに一発打たれた試合でもあります。まあでもね、6回1失点やからね、全然星野さんは褒めないといけませんよね。それ以外3発でしたからね。はい、ということで星野さん、勝ち投手で、ニューマンさんが負け投手、笠井さんがまたセーブついております。だからヒットはね、その笠井さんと星野さん、まあ、星野さんはそのホームランだけですもんね。ホームランは、文心くんの50号ですね。ついにお題乗せました。他球場、おお、ジャイアンツ完封勝ちですね。斉藤正樹さんが勝ち投手、山内さんが負け投手で、もう一つの試合は今日はドラゴンズが勝っております。ギャラドさん久々のセーブ。はい、ということで激勝タイガース、星野さんが10勝目。五十嵐さんに今日はね、抑えられたイメージはね、笠井さんが16セーブ目ですね。ほんとペタさんの一発とね、古田さんのヒットだけなんよ今日は。惜しかったね。タイガース側は坪井さんがね、もう今日はちょっともう4打席ノーヒットになってしまいましたけどね。やっぱりちょっと好調だからといって甲子園で、パワー打ちは危険やね。それでもまだ4割3分やからね、打率。赤星さんが4安打、シュータ君が2安打、ブチ君も打賞、クルーズさん、広沢さんも2安打。広沢さんいいヒットがね、多かったですよね。で、ペレスさん、矢野さんも1安打ずつ。矢野さんもまああまり本当は狙っちゃいけないんだけどね、どうしてもちょっと期待してしまいますよね。
ということで、あ、3年生終わりか。あ、じゃあちょっとそのまま行きましょう。お、はい、いつもの戦績ですね。ちょっと長めにかかった試合に限ってね、3戦目まあ、あのピッチャーがなんていうか消耗するのもあるんですけどね、3戦目よく打つのは。はい、順位表は、まあ、順位表はいいですよね。マジックは68に減らしております。もう点灯したことすらやってないからね。そうですね、これでスワローズと、あとはね、残り甲子園3カードですね。地方球場もあれば面白いんだけどね。さあ、打率は4割7分1厘で、ホームランは、文心君を除いても102本ですね。3桁いっております。盗塁209の、得点665、失点76、1.58、 ちょっと下げてますね、前回の3連戦より。はい、打者トップ10は、打率は文心君6割8分8厘、ちょっとダウン。そして、クルーさんが5割4分8厘ね。ホームランはクルーさんがね、2発打った6本差ですね。7本差から6本差に縮めております。で、ホームランは檜山さんがちょっとこの3連戦ね、出てませんでしたので、ほとんど18本のまま。家丸さんとロペスさんが16本、変わらずやね。広沢さんが15本、ペルさんもね、1本打ちましたから13本ね、9位に上がってきていますね。打点になると沖原さんまで6位までね、タイガースのメンバー続きます。盗塁、赤星さん81盗塁ね、稼ぎに稼ぎまくりました。48試合か、終わってんのがね。ということで、まあまあいいペースですよね。3掛けだ、まあ大体3分の1が終わった計算ですからね、8300盗塁ね、今のところは超えるペースというところですね。で、出塁率、ヒット、木山さんもね、乗ってきてますね。で、塁打数になると木山さんの方がね、ホームラン18本打ってるんでね。で、2塁打、3塁打、あ、そうか、クルーさんも1本あったよねで、勝利打点、三振、クルーさんもまだ6つしかしてないんよね。フォアボール、リーダー、犠牲フライ、檜山さんね。で、クルーズさんで、併殺、文心君がね、まだまあそんなに記憶ないね、併殺のね。はい、ピッチャーいきましょう。葛西さんがね、また3回投げて防御率をにね、名乗りを上げてきております。現在 0.75 でセーブ16で、福原さん、星野さん、ハンセルさん、カジさんまでが1点台で、勝ち星は星野さんまでね、投げてます。まだ福原さんと藤田太陽さんがローテーション投げてませんのでね、10個目取れるかどうか、ま、頑張れば取れますよね。で、セーブは笠井さんが今日セーブ1つずつ重ねて16個目、富山さんが12セーブ2位ですね。薮さんもね、7つ目まで来ております。富山さんが結構ね、打ち込まれる試合が多いんですけどね。シュールストロムさんは防御率9点台で、なんでこんな9もセーブ稼げてんのと。ギャラドさんもそうやね。高津さんも 5.88 で11セーブか。さあ、セーブポイントになると高津さんが3位に上がってきます。奪三振、カジーさん、星野さん、ハンセルさんが60台ですね。トップと、ハンセルさんはトップとの差9個差、星野さんも今日稼ぎました。4つ差ですね。さあ、完投は、ハンセルさん5つ目の完投ですね。で、試合数で、イニングになるとまだ上原さんがね、いるんですよね。上原さんも4完投ですもんね。で、失点、自責点、被安打、非本塁打、非本塁打、黒田さんがトップに躍り出た。フォアボールはバーンチさんね。ということですね。はい、2
定は次からはドラゴンズとのホームゲームで、カープも3連戦か。で、ベイスターズも、今回多分全部3連戦でしょうね、この調子でいけばね。はい、というわけですね、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。